笠南、博多南です。新幹線です、一応。すごいね、博多南と博多しかないんだ。発狂する台湾の子。いや、俺なんか最初博多の適当な店見つけようとしたけど、ここやん、絶対。皆さん、もつ鍋はここですよ、皆さん。はーい、行きます。いや、最高ですよ。おざっすよ。締めでーす。インシャイとはこういうことやね。いいっすね。美しいですね。米が立ってます。これは象印か、タイガーか、パナソニックか。なんだったかな。いいやつで入ってる感じですね。どうやってもつ鍋の最後を締めるかっていう動画です。じゃあしっかり作んなきゃ。結構スーパー減らしていいんですね。ご飯がちょっと浸るか浸らないかぐらい。あ、そのぐらいで、うん、なのでスーパー結構取りました。でもお母さんもこれ今醤油なのでサラッとしてるけど、味噌だともうちょっとこう重くドロッと重くこう混ぜることになるかな。だいたいこれぐらいでスープの泡立ちが結構あれじゃない、ちょっとネバネバしてきたら、結構そのご飯の粘り気が出てきたってことなので、なるほど、これぐらいで生卵をここで一回崩してしまう。うーわこれは笑いが出ちゃいますね。あと余熱で溶けるんで、もうつける、火が通るので。完成でーす。トロトロっと。ありがとうございます。白身もほら最高、いい感じ。ここら辺超いい感じ。サービス精神こんな感じかな。ありがとうございました。勘弁してよ。完成でーす。もう背中丸めて膨らむ。ノリでね。